ワールドインベスターズ TV。 今回は1000億円ファンドを立ち上げた日本初の女性ファンドマネージャーで、実は大阪生まれニューヨーク育ちの竹村直子がお送りします、ワールドインベスターズ TV。 それでは66ライブスタートです。こんばんは、ワールドインベスターズ TV 66ライブ、水曜日は私竹村直子が担当します。今日もよろしくお願いいたします。さて、今日は非常になんか記念すべき一日というか、目まぐるしい一日でしたね。皆さん覚えてますか？2年前の今日、9月15日といえばリーマンショックの日、あのリーマン、名門リーマンが破綻した日ですよね。その日に、今日ですね、政府日銀が6年半ぶりの介入に踏み切りました。円売りドル買い介入、これは私がですね、今日朝代表選が終わって菅さんに決まったと聞いてですね、まあ波乱はないのじゃないかと油断していた時に起こったんですけれども、まず朝マーケットは非常に落ち着いておりました。ところが10時を過ぎたあたりに債券が買われ始めてですね、それに伴って債券買いの株売りのアービトラージが入りました。その一方でですね、為替の方もなんと82円80銭台という15年ぶりの、まあ、円がですね高値をつけました。で、それでですね、先物は日経平均先物は一時9150円まで突っ込んでいたんですけれども、その瞬間ですね、ふっとなんか気がつくとですね、円が動き始めました。これが10時半過ぎのことですが、それに、みるみるうちにですね、日経平均を戻すんですね。これを私は実はブルームバーグのモニターの前にその時たまたまずっと座っていたので、なんか非常にという感じで、それでもう介入がこれで入ったなということが分かりました。それを、いろんなところに電話してですね、確認しましたら、入ったということをみんなが確認だんだんしていくわけです。で、市場の中でそういう噂が広まっていく中、円はどん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 買われてですね、売られてですね、一時ドルは80、それでみるみるうちに85円をつけたという非常に、まあ、大きな動きを見せた一日でした。代表選が、終わったということで、ご祝儀で、そういうことが入ったのか、それともですね、もちろん介入の準備っていうのは実はだいぶ前から進められていたようなんです。で、今日の日を選んで、入ったっていうことは非常になんかこれは意味がある、ことだったと我々思っております。それではですね、今日のメニュー、とりあえず加藤さん、はい、それでは今お伝えしました通り、はい、政府日銀ですが、今日外国為替市場で円売りドル買いの為替介入を断続的に実施しています。この後ニュースコーナーで竹村さんと詳しくお伝えしていきたいと思います。そして今日のゲストです。今日は東京公務員取引所の渕さんを迎えしてお話をお伺いします。どうぞ皆さんお楽しみに。はい、それではですね、ここで一旦コマーシャルに入りまして、で2枠目、で詳しくですね、今日の為替介入の話したいと思います。じゃあよろしくお願いします。The world is not just changing, it's exchanging. Gone are closed markets and siloed thinking. Here to stay is the new collaborative marketplace. And it speaks one financial language.The language of exchanging. Exchanging opportunities, exchanging capital, exchanging optimism. Exchanging is the lifeblood of this new collaborative world. A world powered by NYSE Euronext. With the ability to trade equities, options, futures, and other products across the globe,Exchange platforms and technologies that strive to set the international standard and home to the most influential companies on the planet. This is the exchanging world. Welcome to it. NYSE Euronext, powering the exchanging world.
はい、それでは2枠目はワールドマーケットコメントです。報道部の加藤さん。はい、それではこの時間は報道ですから最新のニュースをまとめてお伝えしていきます。まずは政府日銀は今日外国為替市場で円売りドル買いの為替介入を断続的に実施しました。政府日銀による円売りドル買い介入は2004年3月16日以来6年半ぶりで、これまでのところ介入規模は明らかにしていませんが数千億円規模に上るものとみられています。で、今日ドル円相場朝方から82円台に突入しおよそ15年3ヶ月ぶりの円高水準に達したことで政府日銀は輸出企業をはじめ国内産業に与える打撃が大きいと判断し為替介入に踏み切った格好となりました。アメリカやヨーロッパなどの通貨当局との協調はなく日本単独で実施したものとみられています。ということで竹村さん、はい、今回のこの介入ひとまずは成功と見ていいんでしょうか。この辺りはい、ひとまずは成功だと思います。はい、というのは市場の、まあ、噂なんですけれども日銀政府の介入っていうのが、まあ、あったとしても80円をつけたところじゃないかとか80円割ったところじゃないかという噂があったのと、それと17日 の人事が決定するまでは行わないんじゃないかという、まあ、噂があったということが一つですね。で、82円台に入った瞬間にやったっていうのが結構サプライズになっているので、これによってまあ83円を割らせたくないんだなっていう、まあ、意思表示と受け取られておりますので、そこのところは非常に良かったと思います。で、気になるのはこの後の海外時間での動きということになるんでしょうか。はい、私が、ここに来る前に出てくると言った時に、はいはい、だいたい85円20銭の高値つけてましたけれども、はい、今はそれよりもまだ、ドル高になってますね。今はもうヨーロッパタイムですよね。そうですね、85円40銭つけてるようです、うん、はい。で、この為替の介入一度あるとこの後も、はい、まあ、何ヶ月間にわたって断続的にある。はい、これ6年半ぶりの介入なんですけれども、はい、過去の、まあ、介入を見てますと、それからしばらくの間少なくとも何ヶ月かにわたってはですね、断続的にやっぱり入っているんですね。だから今後もまず、まあ、1回限りではなくて、まあ、何回かあるであろうと、それと規模も、まあ、相当規模大きいものをやってくるんじゃないかというふうに言われております。この後のまずは今晩のニューヨーク、それからロンドンタイムの動きに注目ということになりそうです。で、次もお伝えしました通り、アメリカの証券大手リーマンブラザーズが経営破綻してから15日で2年となります。アメリカ経済、雇用環境や住宅市場の改善が進まず低空飛行を続けており、未だに後遺症に悩まされている状況にもあるようです。ニューヨーク株式市場でダウ平均は今年4月には企業業績への期待から一時1万1000ドル台回復したものの、引き続き景気の先行き不安などもあってリーマンショック直前の1万1421ドルを下回ったままの状況が続いており、株価の反転は見出しにくい状況にもあるようです。ということで竹村さん、はい、2年が経ちました。はい、この2年はどんな2年でしたか。もうみんな同じだと思うんですけど、はい、非常に激動の、まあ、時代といいますか、リーマン前とリーマン後っていうので、もう歴史が変わってしまったと、時代が変わってしまったと言われているんですね、うん、世界中で。それぐらい、まあ、ショッキングな出来事だったし、非常に、まあ、辛いこともいろいろあった、はい、この2年だったかなという感じはしますね。そうですね、今日1日をとっても記録ずくめの1日ということになりますからね。そうですね、9月15日この日にもうその介入が入ったっていうのも非常になんかタイミング的に意味があるような気がしますね。あ、といったところですね。はい、では最後にもう一項目をお伝えしましょう。大阪証券取引所です。今日韓国取引所と新興市場の発展を目的とした覚書を締結しました。来月に新ジャスタック市場の開設を控えている大阪証券取引所ですが、日本と韓国企業の相互上場、それから上場企業の IR 支援などにおけるあり方などについて情報交換を行うとしており、アジア地域での新興市場の国際化を目指す経営戦略一環ということです。以上、この時間は報道ですから最新のニュースをまとめてお伝えしました。それでは竹村さん、マイクをお返しします。はい、まあ、今日はいろんなことが起こってるんですよね。金なんかも高値を更新したりしてますし、どうですか今日はなんか、まあ、一つの記念すべき、やっぱり日と言えるんでしょうね。
まあ、そういう意味では今日のゲストもトコムのですね、はい、方をお招きしています。小渕さんですよね。まあ、それもなんか金のお話を聞くのに絶好のやっぱり機会といいますか、それもお話も楽しみですよね。ということでここで CM を一旦挟みまして、後半は芋洗坂トーク、今日はトコムの営業部長であります小渕さんにいらっしゃって いらっしゃってます。じゃあ楽しみにしてください。一旦 CM です。日本のグローバルプレイヤーが世界を動かす。世界の指標価格、価格変動のリスク回避、資産運用の選択肢、世界最高水準の取引システムがコモディティの未来を変える。東京工業品取引所トコム。それでは芋洗坂トークです。今日のゲストは東京工業品取引所の営業部長であられます小渕大樹さんに来ていただきました。よろしくお願いしま す。すごいあの大変な日をゲストで。そうですね、はい、本当に今日はいろんなことが重なっちゃって、そうですね、すごいイベントの日になりましたね。はい、まあ、さっきも言ったんですけど、ね、金も高値更新しましたしね、はい、まあ後で金のお話はゆっくりあの聞かせていただきたいと思いますけど、はいはい、どうですかね。そうですね、あの今年の6月に史上最高値ということで1266ドルという数字を出したんですけども、はい、まあ、それが今日、昨日ですかね、アメリカの市場で10ドル以上上がって1275ドルとか6ドルとか、はい、まあ、そういった値段で歴史的な高値を更新ということで、やはりコモディティの中でもその世界共通の資産といいますか、はい、金というものがより一層注目を浴びているという状況ですね。やっぱり金は人気っていうか、まあ、取引 その主体としても金は人気ですよね。そうですね、はい、昔から、はい、資産価値という意味ではですね、はい、これはこの先もずっと変わらないんじゃないかというふうに思っておりますけれどもね、まあ、コモディティでも他に農産物ですとかそれからエネルギーなんかあるんですけども、はい、やはり金の場合はその商品がコンパクトで、ハンドリングも非常にしやすいということもあってですね、はい、やはり商品を保有するとなるとやっぱり金というのが一番代表的な商品になりますね、はい、すいません、ドコムさんっていうのは、はい、実際にはどういったその主体の取引をなさってるんですか。はい、取引所自体は株と同じで、はい、売り方と買い方の注文を付け合わせるというのが基本的な場なんですけれども、はい、やはり扱ってますのはその金に代表される貴金属ですとか、はい、あとは原油、ガソリン、灯油といったエネルギーですね。あとそれからユニークなのは天然ゴムというのがあってですね、ですこれはあの自動車のタイヤとかで使える原料なんですけども、はい、あと今年の3月にあのコモディティ、私どもで上場している商品を指数化して、はい、日経投稿取商品指数、まあ、これはあの日経新聞さんと共同で運営している指数なんですけども、はいはいはい、まあ、これも今年の3月に上場してですね、いろいろとあの皆さんに今取引を行ってもらっているという状況です ね。金のやっぱり取引が一番多いというふうに聞いたんですけれども、はい、昨年1年間もやはり私どもの商品の中で十数商品ありますけれども、金が大体 50% 以上の取引を占めているということですね。まあ、代金で直しますと、まあ、これは金以外も含めて昨年1年間で約57兆円ぐらいの取引規模があるんですね。57兆ですか、はい、そうですか。で金がもう 50%、もうダントツで人気だということですね。そうですね、はい、で特にやっぱりここ数年、まあ、先ほどリーマンのちょうど2年とありましたけども、はい、世界的にやっぱり金融の不透明化を増すという中で、やはり金というものに注目がより一層高まっているということですね。やっぱり株式市場が、まあ、ああいうことになってちょっと世界的にですねリスク、まあ、高まって、はい、で金の方にやっぱり資金が少しやっぱり移動しているって感じがあるんでしょうかね、はいはい、
まあ、あのコモディティの魅力という意味では、まあ、金の他でもそうなんですけど、金でもそうなんですけど、やっぱりその分散投資というのが一つ大きなのがありまして、うん、まあ、あの竹村さんご専門でいらっしゃいますけども、やはりこれまでの伝統的な資産に、はい、あの偏った運用というのはですね、やっぱり時としてリスクを負うということから、あの特にあのアメリカのカルパースなんか有名ですよね、はいはいはい、コモディティにその比率を割合高めているということで、まあ、そういったことで、金というのも非常に買われている。つまり世界中の年金基金なんかもそういうアセットのアロケーションとして、はい、そういう、まあ、金とかを増やしているということですか。そういうことですね、はい、でここ近年、まあ、2003年ぐらいからですけども、あの金の ETF というのが、はいはいはい、まあ、日本でも今あの私どもの価格にリンクした ETF が出てますけれども、はい、まあ、今ですと現在どうでしょう、1600トンぐらいの残高があるということで、まあ、主にその買っているのはやはりその長期資金を運用する年金の方々なんかが買っているんじゃないかというふうに言われておりますね。なるほどですね、はい、まあ、もちろんファンドなんかも買われてますけれども、あの例えば中国の景気なんかも良くなって、非常にその金の需要が中国なんかでもその増えているというふうに聞いてるんですけど、はい、そういうのも価格に影響しているんですよね。影響してますね。あのそういった宝飾品の需要というのも昔から根強いのありますし、はい、あとはあの工業品というか産業界、まあ、あのエレクトロニスクの部品なんかにもかなり使われてますので、そういった IC の普及に伴っての需要というのもありますね。あとは、まあ、インドなんかはやはりその、この9月から婚礼期に入るということもあってですね、はいはいはい、まあ、インドの方は金すごい好きじゃないですか。ですから、まあ、そこで少し需要が盛り上がるんじゃないかというふうにも言われておりますね。なるほど、はい、中国でもインドでも、インドでも、ね、金がやっぱり好まれるっていうのがありますもんね。はい、やっぱり金キラ金で行かれると皆さん喜ばれてますね。なるほど。だから分散投資という意味と、あとはあのもう一つインフレヘッジというのがあるじゃないですか。はいはい、で日本はまあ今こういったまさしく逆の状況にありますけれども、特にブリックスといいますか新興国は結構インフレ率高くてですね、はいはい、インドなんかでも 10%上回るようなインフレになってますし、はい、インドネシアですとかロシア、まあ、こういったところも 6%、7% という出率が上がってますので、まあ、そうするとやはりその資産を目減りを防ぐという観点から、まあ、金に代表されるコモディティに資金を振り向けるという動きも、あの世界的に見られておりますね、はいはい、この傾向っていうのはしばらくは続きそうですか。そうですね、もうやはり金コモディティ市場というのはもう金融市場と、まあ、日本はちょっと法律が分かれているとあるんですけれども、はいはい、まあ、あの私どもの法律の商品取引所法というのがあるんですけれども、これ来年の1月から全面新しくなるということで、その目的はやはり金融市場と商品市場とのその連携融合というのもあるものですから、はい、まあ、これまでちょっと少し資金の動きが分かれていた部分がですね、まあ、共通するということもあって、これまで以上にいろいろ取引が増えてくるんじゃないかというふうに思っていますね。なるほど。まあ、とりあえずあの非常に、まあ、相対的な意味でも金の需要はますますこう根強いんじゃないかと。そうですね、いうことですよね、はい、あと、御社は 今度ですね、まあ、金 その活発な取引なんかも影響してるんでしょうけれども、はい、時間の延長にも踏み切ったということですよね、はいはい、あのちょうど来週の3連休明けの火曜日からです、はいはい、まあ、現在夜の11時まで取引を行っているんですけども、はい、それを朝の4時まで伸ばすということで、今最終的な準備もう準備は完了してますけども、はい、今でも夜の11時までやってるのを朝の4時ですか。そうです。それは、ね、やっぱり入浴時間をカバーするっていう意味ですね。おっしゃる通りです、はい、あのこれまでヨーロッパの時間カバーしたんですけども、はい、まあ、これから欧米市場、失礼しました、米国市場ですね、はい、こちらをカバーするということです。まあ、確かになんか昔からニューヨークで何かが起こるっていうことが多いですもんね、はい、なんか今日なんか日本初で日本のマーケット動いてましたけれども、あのだいたい為替とかニューヨークダウの暴落とかなんとかショックとかっていうのはだいたいニューヨーク時間ですもんね。おっしゃる通りですね。それをヘッジするとかっていう意味もやっぱあるわけですか。はい、あのそうですね、やっぱりこれまでアメリカの経済指標っていうのは非常に強いですので、はい、影響力強いですので、まあ、それをカバーする責任があるというふうに我々は思ってますので。なるほどですね、はい、わかりました。じゃあここでちょっと一旦 CM を挟みまして、はい、後半続きお伺いしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。Ever since its foundation, APEC has progressed steadily through the individual and collective actions of the APEC member economies. And in 2010, a new step for APEC will begin in Japan.
Closely harmonizing with nature, Japan's aesthetic sense and lifestyles were nurtured by its four beautiful seasons. A country where past and present blend seamlessly, and the traditional and the state-of-the-art coexist in harmony. The Japanese archipelago stretches for around 3,000 kilometers, resulting in a wide variety of environmental features. The APEC Japan 2010 meetings will be held in cities with distinctive characteristics, located all over Japan. The venues for APEC Japan 2010 will be Tokyo, Hiroshima, Sapporo, Fukui, Beppu, Sendai, Nara, Gifu, Niigata, Nagoya, and Kyoto. The 22nd APEC ministerial meeting and the 18th APEC economic leaders meeting will be held in the city of Yokohama.はい、それでは後半に行きたいと思います。芋洗坂トーク、今日のゲストはトコムの小渕営業部長をお招きしております。よろしくお願いいたします。まあ今日はリーマンショックからね、2年、はい、ちょうど2年という、まあ、このすごい日だったんですよね。そうですね、はいはい、で今日は、まあ、日本初のなんかこう、まあ、イベントっていうのが久々にありましたよね、はい、ありましたね。本当昨日の民主党の選挙と今日と続けて珍しく世界の金融市場日本初 で, 動かしたんですよ、ね、そうなんですよ。最近日本初のね、本当になんかことっていうのがイベントがほとんどなくてですね。そうですよね。もうそこのなんていうんですかね、なんかもう無策だとか、はい、まあ、何もしないとかっていうところの、まあ、油断している中で今日介入があったっていう感じなので、はい、ちょっとびっくりした人多かったんじゃないかなと、そう思いますね、はい。まあ、先ほども話してましたけど金もですね、たまたま昨日、そうですね、昨日ニューヨークで高値更新してましたよね。リーマンから2年経ったというのと、はい、日銀の介入、政府介入というのがあってですね、今日はなんかすごい日に当たってますね。そうですね、はい、なんかあまりにもいろんなことがあってなんかもうバタバタしてましたけど、私もどうでした今日は。いや今日はやっぱりまた金の話で恐縮なんですけど、やっぱり金って為替の影響を非常に強く受けるんですね。はいはいはい。で大体今の相場でいきますと、1円値段が動くと金のグラムあたり1グラムあたり40円ぐらい値段が動くんですよ。はいはいはい。でそうしますと今日も為替が2円半とかそれぐらい動いてますので、はい、結果的に昼間の取引も前日と比べて100円ぐらい値段が上がって取引終わってますので、はい、まあ、100円と言いますと取引単位直すと10万円ですので、結構大きいですよね。そうですね、はい。じゃあ金の方も値段動いてたんですね。動いてますね、はい。今日本時間の話しましたけども、先ほどまあ、ニューヨーク時間に合わせての時間延長、はい、まあ、日本では業界先駆けっていうか、はい、まあ、一番早くそういう意向をなさってるっていうことですよね、はい、そうですね、うん、昨年の5月にですね、はい、私どもトレーディングのシステムを一掃してですね、そのタイミングで夜の11時まで今やってるわけですね、でロンドン、ヨーロッパの時間はカバーできるようになったんですけど、はい、やはりニューヨークの時間、これからニューヨークが始まって値段が動くぞという時にですね、今まで取引がそこで日本は私もおしまいという状態なんです、はい、でやはりそこから世界というかアメリカ、ニューヨークの時間をカバーできるように取引の機会を提供するというのが非常に大切なことですので、はい、まあ、非常に利便性高まると思うんですけれども、はい、その時間延長の、まあ、メリットっていうと他には何があるんでしょうか、はいはい、やはりその投資家の方から見るとですね、はい、例えばその FX なんかもそうなんですけど、私どもいろいろ調べてますと、やっぱり夜の10時とか、はい、それぐらいから夜中の1時ぐらいまでが一番活発に注文なんかも多く出されている時間帯なんですね。ああそうですか、ですので、まあ、我々のようなそのサラリーマンのは日中取引できませんので、まあ、そういう方々にとってみればですね、家に自宅に戻られてから、はい、取引をゆっくりできるというのがまず投資家にとって大きなメリットですね。なるほど、遅く帰っても取引ができるということですよね。はい、そうですね、はいはい、それとあとは海外、私どものマーケット海外からの比率が非常に高いんですけれども、はい、よく海外の市場でいろいろと話をしてますと、どうしてトコムは時間伸ばさないんだと、かなりその以前から強いリクエストもありましたし、ね、うん、海外からのその要望も結構あったってありましたね、はいはい、それでもう現にもうこれから伸ばすということで、じゃあ我々やるよということでいろいろもう話が来ておりますので、
ぱり海外のアメリカのニューヨークのビジネスタイムに合わせて東京の私どものマーケットが空いているということで、特に金とか原油といいますのはその国際商品ですので、はい、必ず24時間どっかでこう値段が動いているわけですよね、ですからそういう方から見ると、最低取引アビトラージが機会が増えるということで、彼らの方も非常に今期待をしていると思いますね。なるほど、はい、そういうプロフェッショナルな方々そうですねにもなんか非常に使いやすくなるというようなそういうことですことなんですね、はい、まあ、あのアジアの中でコモディティのマーケット取引所といいますと、はい、まあ、今あの中国が非常に取引高が伸ばしているんですけども、やっぱり海外からの参入はなかなか難しいというのもあってですね、まあ、私どものマーケットがアジアの中ではあの非常に一番大きなマーケットであるというふうに思っておりますので、やっぱりその中でも金ですとかそれから原油、まあ、こういった国際商品を、ね、上場しているということで海外からはやっぱりそのアジアで何かやるときにはトコムということで、皆さんあの以前からですねもう少し取引時間伸ばしてよというリクエストがあったんですね。なるほど、はい、じゃあもうお客様の方のニーズにもお答えする形っていうことですよね。はい、もうあの市場参加者のメリットというか利便性を高めると、はい、いうことと、あとはあの新規で取引する人にとってもそれメリットなんですけども、特に、はい、あの竹村さんなんか一番肌で感じてるかもしれないですけども、なんかイベントがあってマーケットが急変してですね、はい、ポジション閉じて仕切りたいというケースがあるじゃないですか、はい、よくありますよね。そうした時に今ですと、まあ、今11時まではやってますけども、そのニューヨークの時間帯で何か大きなことがあった時にですね、次の日の朝までずっと何もできない、その間に損失がどん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 膨らむという状態があるんですけども、そういったことをなるべく機会を提供することによって、逃げるタイミングも提供すると。そうですね、まあ、これも非常に大事だと思っています。リーマンもそうでしたけど、はい、なんとかショックっていうのは大体入浴時間なんですよね。そうなんですよね、入浴時間なんですよね。はい、ですね、その時間帯一番動く時間帯にやっぱりクローズしているっていうことがものすごく、まあ、リスクになるっていうことですね。そういうことですね、はい、で今現在も11時までやってる取引の比率で言いますと大体夜間の取引が 25% ぐらいあるんですね。はい、まあ、昼間は、3時半で閉まりますけれども、まあ、その後11時までの間が 25% ぐらいということで、はい、まあ、これがまたあの海外からの参入ですとか、現行の取引やってる方々 の、 そのアービトラージですとか、そういうことで、まあ、夜も非常に活発になってくるんじゃないかということで非常に期待をしております。これによって、まあ、取引高もすごく増えてくるというふうに。そうですね、まあ、結果はちょっとやってみないと分かんないとかあるんですけども、今のところだいたい1万枚とか2万枚ぐらいですね、あの取引増えんじゃないかというふうに我々見込んでおります。それって何パーセントぐらいに当たるんですか？そうですね、まあ 10% 弱ぐらいですかね、今の数字でいきますですね。はい、まあ、取引増になるという取引増になると見られてるわけですね、はい、なるほど、そうですか、まあ、来週の火曜日からなんで、来週の火曜日からですね、火曜日からですね、はい、3連休明けからですね、期待していただければと思いますけど、はいはい、それとなんかイベントを行うらしいですね、はい、なんか来週ここでってここでですよね、この場で、はい、あの夜の7時からコモディティフェスティバルということで、はい、来週の火曜日ですか？火曜日です。来週の火曜日、21日ですね。そうですね、来週の21日、ここ借り切って、はいはい、コモディティフェスティバル、はい、7時から、はい、行うそうです、はい、ぜひ皆さん参加してくださいということで、いろいろ聞いているんですけど時間がそろそろ来てしまったですね、続きはウェブでということで、はい、トコムさんのホームページに、はい、を紹介ここに出てますけれども、こちらの方に先ほどのイベント情報も載っておりますので、こちらの方で皆さん検索してくださいということで、はい、今日は、小渕さんに来ていただきました、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました、記念すべき日に。ありがとうございました、本当に記念すべきでした、はい、光栄でございますの、ありがとうございました。それではここで一旦 CM を挟んで、ラストいきたいと思います。
い、さあっという間の30分でした、はい、終わりましたね、はい、本当に金のお話とか、はい、時間延長のお話とか、本当に時間足りないなと、はい、いう感じなんですけど、ぜひ残りはですね、もっと知りたいという方は来週のぜひイベント、はい、もっと知りたい方は来週のイベント、はい、参加していただければ、コモフェスです、コモフェスです、はい、こちらでやりますのでぜひ参加していただければと思いますけども、はい、いや本当になんか、毎週水曜日っていうのは水曜日マーケット動きますね、もう水曜日荒れますねなんかマーケット荒れますねなんか持ってるんですか、持ってない、何もやってますよ、持ってないですか、もう本当になんか今バタバタするんです、だからねえ、だから本当番組のスタートギリギリまで本当竹村さんと打ち合わせをしながら、はい、まあ、今日いろいろありましたなという感じでやるんですけど、為替はもう今も動いてますね、今も動いてます、はいはい、はい、ね、本当に大変なんですけども、次回は金曜日ということになりますので、はい、ここでゲストの方をご紹介したいと思います。はい、ご紹介しましょう、こちらの方です。次回はですね、日経マネーの羽生さんをお迎えしてお話をお伺いします。で、高村さん、テーマはですね、はい、南アフリカ突撃取材レポートだそうです。南アフリカ突撃ですか。はい、すごいですね、羽生さん南アフリカ行かれたそうですね。そうですか、楽しみですね、はい、ちょっと金曜日はですね、報告会ということになりそうですので、皆さんどうぞお楽しみに。はい、お相手は、私どもの総合プロデューサー石田和康がお送りします、はい、ということで、またね、1週間後の来週水曜日落ち着いて放送できるのか、水曜日は一体為替は一体いくらになっているんだろう、どうなってるでしょう、本当そうですよね、気になります。今日のこのロンドンタイム、そしてニューヨークタイム、まあ、この後続いていますので、今後だから単独介入だけじゃなくて、うん、はい、協調介入に持っていくことができるのか、うん、どれぐらいの規模なのか、はい、もうちょっと今の段階では分からないことが結構ありますのでね。ですよね。だから日本時間では明日の朝どういう形で為替、そして株、マーケットどういう形で迎えるのかっていうのも一つね、はい、そうですね、はい、ポイントにもなりそうです。はい、ということで、今週はひとまず水曜日これで終了ということになりますが、はい、また記念すべき日でした、はい、記録づくめの1日でした、はいはい、ということで30分どうも皆さん、はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。